本日は、開始立地的成果計画、素案について、大きく7つの項目に分けて、説明させていただきます。まず、立地的成果計画とは、人口減少などの社会情勢に対応するため、市民生活の中心となるエリアに、生活に必要な機能を集約する、コンパクトなまちづくりを実現するため、 公共交通網や災害リスクなどを考慮しながら、居住を誘導する居住誘導区域、生活に必要な都市機能を誘導する都市機能誘導区域、そして誘導区域に必要な施設となる誘導施設を定めるとともに、市街地の拡散化抑制のため、区域外の開発行為などに対して、届け出及び勧告制度による協議、 調整を行うことにより、集約化された持続可能な街を目指す計画であります。本計画は、本市の上位計画である、第二次開始総合計画や開始都市計画マスタープランなどを踏まえた上で作成し、令和12年度を目標年次とし、市内の都市計画区域内を対象としております。 全国的に人口減少が予測される中、本市も例外ではなく、国の推計では、令和27年までに約1万人の減少が予測されております。このような人口減少、少子高齢社会の到来による、土地利用や公共交通、財政などの様々な課題に対応するためには、 生活に必要な機能や居住を集約させ、公共交通で結ぶ、コンパクト、プラス、ネットワーク、と呼ばれる考えに基づき、都市構造全体を見直すことが重要となります。この、コンパクト、プラス、ネットワーク、に基づく、本計画のまちづくりの方針については、計画を策定する上で、 特に解決すべき課題や上位関連計画における方針等を踏まえ、サスティナブル、脱炭素化、低重促進、集約的な拠点整備、公共資源の有効活用、規模や配置の適正化の5つの重要なキーワードによる、人や物を未来につなげるサスティナブルな生活快適都市の実現を目指します。次に、 このまちづくりの方針を踏まえ本計画において3つの軸となる都市機能誘導居住誘導公共交通の方針を定めました都市機能誘導においては公共施設の効率的な維持生活サービス機能の維持新たな交流施設の充実の3つの施策設定における観点をもとに サスティナブルと利便性の確保が両立する拠点形成を目指します。これにより、集約的な拠点整備、脱炭素化、サスティナブル、公共資源の有効活用、規模や配置の適正化の4つの効果が期待されます。居住誘導では、快適に暮らせる環境形成、災害対策強化、多様な世代の移住、定住促進、 の三つの施策設定における観点をもとに、安全で快適な誰もが暮らしやすい居住環境の形成を目指します。これにより、脱炭素化、サスティナブル、低重促進の三つの効果が期待されます。公共交通では、車に依存しすぎない拠点間の公共交通網の維持、生活圏から拠点までの移動手段の確保、 の二つの施策設定における観点をもとに、暮らしを支える公共交通ネットワークの持続的な維持、向上を目指します。これにより、集約的な拠点整備、脱炭素化、サスティナブルの三つの効果が期待されます。これらの誘導方針に基づき、実際に誘導を図る区域の設定については、国の指針を踏まえた上で、 本市の特性を考慮し、誘導区域を設定しました。都市計画誘導区域については、都市計画マスタープランで位置づけている、都市拠点、地域拠点、準地域拠点と、コンパクトな拠点形成に向け、徒歩で移動可能な範囲、約800メートル県域の2点を考慮して設定しました。居住誘導区域については、 生活サービス機能の集積が見込まれる都市機能誘導区域の周辺、徒歩または公共交通を利用し、都市機能誘導区域へのアクセスが容易な範囲の2点を考慮して設定しました。なお、都市計画マスタープランでは都市拠点を竜王地区、地域拠点を敷島地区、双葉地区、準地域拠点を双葉響きが丘、 周辺と位置づけておりま,すまた、災害リスクや産業振興等を鑑み、誘導区域に含まないこととする区域を設定し、先ほどの誘導区域設定の考え方を考慮して、青線で囲まれた区域を都市機能誘導区域、赤線で囲われた区域を居住誘導区域として設定しました。 ここから都市機能誘導区域として設定した4つの拠点の整備方針を説明します。まず、竜王地区は都市の中核にふさわしい賑わいの核となる都市機能の集積に向け、既存機能の維持に加え、新たな商業機能の誘導や、旧緑化センターアート地を活用した公園施設の整備による学習、子育て機能の充実を図ります。これにより、 生活利便性の向上や若い世代の市街流出抑制を目指します。四季島地区は地域の賑わいを創出し活性化につながる都市機能の集積に向け既存の保健福祉機能や行政機能の維持、商業機能の維持、誘導により高齢者等がより安心して暮らせる環境を創出するとともに地域の活性化を図ります。 双葉地区は商業機能を中心としたにぎわいの核となる都市機能の集積に向け、既存施設の維持はもちろん、新たな商業機能の誘導、集積による地域の活性化を図ります。双葉響が丘地区につきましては、日常的な生活サービスの維持、向上に向け商業、医療機能などの日常的な生活機能の維持、 誘導による住みやすいまちづくりを進め定住の促進を図りますこういった拠点の形成に向け先ほど説明した計画の3つの軸の誘導方針に基づいて誘導施策を設定しました都市機能誘導施策については国の支援施策を活用し公共施設の維持集約化金融支援措置 新たな交流施設の充実等を行うことで誘導を図ります居住誘導施策としては支援施策を活用したインフラの整備充実や木造住宅耐震化支援事業開始移住支援金制度により居住の誘導を図ります公共交通施策としては市民バス路線バスサービスの維持 工場や今年度も実施している AI オンデマンド交通の実証実験の結果を踏まえた今後の事業展開の検討を行います。こういった誘導施策と合わせ、区域外の住宅や都市機能などの開発動向を市が把握し、適切な誘導を図るために、法によって届出制度が定められています。都市機能誘導区域外においては、 誘導施設に位置付けられた施設の開発や建築等の行為を行う場合、届け出が必要となります。都市機能誘導区域内においては、誘導施設として位置付けられている施設を旧廃止しようとする場合、届け出が必要となります。居住誘導区域外においては、 一定規模以上の住宅開発や建築等を行う場合において届け出が必要となります。また、誘導を図る上では災害リスクを考慮することも必要となります。本計画においては防災まちづくりの将来像を強くしなやかな生活快適とし、とし、この将来像の実現に向け6つの基本方針を設定しました。 この防災まちづくりの将来像と基本方針の実現に向けて、災害発生に対する予防、応急、復旧、復興の時間軸を意識し、各地区の災害リスクに対する取り組み方針を設定しました。こちらが竜王地区の災害リスクに対する課題と取り組み方針を一覧にまとめたものとなります。浸水深が3メートル以上となる垂直避難が、 困難な区域が存在するため、こういった地域の誘導区域からの除外や浸水リスクのある要配慮者利用施設が複数あることから緊急避難場所の確保などの取り組みを行います。敷島地区については、家屋倒壊等氾濫想定区域内に木造建築物が点在している区域や、 長時間浸水の恐れがある区域が存在していることから緊急避難場所の確保やハザードマップ等による危険地域の周知啓発などの取り組みを行います双葉地区についてはため池決壊リスクや液状化リスク等が存在しているため緊急避難場所の確保や木造住宅の耐震化の推進 などの取り組みを行いますこういった災害リスクに対する取り組みを一覧にまとめました一部の取り組みについては市だけでの対応が難しいものが存在するため国県市が協力連携しながら進めていくこととなりますこの防災のまちづくりの取り組みを含む 本計画全体の進捗管理につきましては、p d c a サイクルに基づき、概ね5年ごとに、計画の進捗状況の検証、及び評価を行い、必要に応じ、見直し、改定を行い、変化する社会情勢などに対応します。最後になりますが、本計画の基本方針の実現に向け、都市機能誘導、居住誘導、 公共交通の3つの軸ごとの施策に加え、防災まちづくりの取り組み方針の実施による成果や効果を点検、評価するための指標を設定しました。誘導施策については、それぞれ現状の誘導施設数や居住誘導区域内の人口割合、公共交通による人口カバー率を設定しました。防災関連の指標については、 すでに策定している国土強靭化計画や地域防災計画の指標を踏まえて設定を行いました。以上が開始立地的成果計画素案の概要となります。ありがとうございました。